はい、Jチャンネルです。皆さんお元気でしょうか。リクエストをいただいてましたので行ってみたいと思いますが、長渕さんのオイラの家まで、これはね昔やりましたけどね、弾き方を教えていただきたいって、ストロークの強さとアクセント付け方がうまくいかず、ぜひ教えていただきたいですということですね。これはね、まあいろいろあると思いますが、僕のやり方で説明していきたいと思いますが、まずこのタイプはねいろいろあるんですけど、その中の一つに拓郎さんの今日までそして明日からのツンチャーチャカチャカのブールになるんですね。ツンチャーチャカチャカ、ツンチャーチャカチャカ、ツンチャーチャカチャカ、だから春のから、春の風が忘れました、ニカポですけどね、今回ノーカポでやらせていただきますという感じですね。弾き方ですね、ツンチャーチャカチャカツンチャ、このね2つパターンがあるんですよ。覚えてほしいのはツンチャー2拍目にアクソントパターンですね。1回チョンと弾いて2拍目、ちょっと大げさになりますね。こんな感じ、ツンチャーチャカチャカツンというパターンと、ツンチャアップで返すパターンもあるんですよ。このダウンがちょっと抜けていて、ツンチャチャカチャカのパターンと、2拍目は行くんです、ツンチャチャカチャ、ツンチャチャカチャ、この丁寧なやつがツンチャチャカチャカ、ツンチャチャカチャカ、だから1234になった。だからダウンが3つ続くね、ツンチャチャカチャカ、ツンチャチャカ、1234123、アップダウンアップダウン、ダウンが3つ続くパターンと2つやって、あとはアップのパターンですね。この2つを覚えておけばいいと思うんですけど、いかがでしょうかね。まずはこの3つのパターン、チャチャカチャカ、チャチャカチャカ、チャチャカチャカ、これが基本パターンですね。一緒に弾いてみてくださいね。チャチャカチャカ、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 チャチャチャカチャカ、チャチャカチャカ、2拍目でアクセント、チャチャ、あとはチャカチャカで一緒、だから1234のこの方、チャカチャカはもう一つにするんじゃん、一つにする。で、あとは最初のツンやって、2回目アクセントでツンツン、チャチャカチャカツン、チャ、これを覚えておけば大体弾ける曲は多くなると思いますので、ツンチャチャカチャカ。で、弾き語りになってくると合わない場合もあるんですよ。合わない場合はツンチャツンチャチャカチャカをチャをカットするんです。ツンチャチャカチャ、ツンチャ、わかりますか、ツンチャチャカチャ、ツンチャ、ダウン2回の後に、2回の後にすぐにアップで切り替えていって、チャカチャ、この弾き方もよくあるんですよ。これと、あとはツンチャチャカチャカ、ツンチャチャカチャカ、ツンチャ、で、あとはコードチェンジ切り替えの時に、だからツンツンチャチャカチャカ、ツンチャチャカチャカ、ツンチャチャカチャカ、ツンチャチャカチャカになるんです。だから、C からね、春の風が表通りを通り抜けてくるのに、知らん顔は意地悪、その電話待ってる。こんな感じだからね。最近はね変わってるよね。知らん顔は意地悪、こんな感じだ。この意地悪のところ、
ファルセットがなくなってる バージョンもありますね。ビジュアル、このツンチャーチャカチャカとツンチャーチャカチャツンチャーチャカチャカの僕は繰り返してやってますね。だから、あるの風が表通りを、この祝いの時は選ぶ顔意地悪、そろそろ感じでいかがでしょうか。やってることはツンチャーチャカチャカとはなんだ、ダウンの後にもう一回ダウンをしないでアップかパターンと、このパターンと2つ繰り返します。で弾くと、これをアクセントをつければいいと思います。サンチャーチャカチャカサンチャー、とにかく2拍目のアクセントを弾いて、あんまり強くしすぎないと思う。こんな感じで弾いたらいかがでしょうかね。これぐらいで弾けると思うんですけど、いかがでしょうか。あとはコードチェンジがそんなに早いとこはないので、あとはオイラの内までのとこで、それがこの練習すればいいと思います。いかがでしょうかね。このツンチャーチャカチャカばっかりでやるとちょっとこう耳についてくるので、僕はこのチャカチャカの方はそんなにジャカジャカやらないで、この悪いパターンやると、こうやっちゃうとちょっとうるさいので、このこんな感じです。これを練習したらいかがでしょうか。このツンチャーチャカチャカはいろんなところに出てくるので、ぜひマスターしておいたらいいです。ツンチャーチャカチャカと、私は今日まで生きてみました。違ったかな、コード。こんな感じでしょうかね。はい、どうでしょうか。分かったという方はいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録していいね、評価よろしくお願いしたいと思います。今回はストロークの、速さとアクセントの付け方という感じでやってみました。ツンチャーチャカチャカツンチャーチャカチャカツンチャー、3つに分けて、ツンチャーとツンチャーとチャカ
少し分けてそれを一つにして、だからアップから行くパターンとダウンのパターンを覚えれば、あとはいろいろこう組み合わせができると思いますので、これぜひやってみてもらったらいかがでしょうかね。はい、オイラのうちまでのね、ストロークのアクセントの付け方をやってみました。いかがでしょうか。よろしくお願いしたいと思います。ではまた。